この動画ではデータをなるべくそのど真ん中を通る直線で説明するという R による最小二情報線形回帰分析を説明したいと思います。演習問題も後半で解いてみたいと思います。例題、男性ホルモンを与えるとオンドルのトサカは成長するか左の図を見ていただくと横軸が男性ホルモンの投与量、縦軸がトサカの成長ということで。 まあデータとしてはこの点だけがまず与えられていますで。そこにこの直線を引きたいというのが課題となります。でデータをまず入力してみましょう。戸坂の成長として、ここではこのままコピペでパワーポイントからコピーできるファイルから読み込んだりする必要ないデータにしています。戸坂の成長ということでコームグロースという変数を作って、でイコールで C 括弧で数字を入力と。それから投与した男性ホルモン、アンドロステロンですので、そういう名前を付けて、 で, C カッコで同じように数字を入力しましまたただしこのままプロットするときれいな直線関係になりませんので、えーまあ、データ分析にはこういうことを応用してあるんですけども、まあ、ログ2を取っておくということをあらかじめしておきます。でそれをログ2どうズという名前に最終的につけておきます。でプロット x コンマ y っていうスタイルで点が打てるわけですけども今はまあプロットログ2どうズという名前の変数ですねが x 座標で,でコームグロースがあの y 座標になります。 で、どうやって直線を引くかなんですけども、えー、線形回帰分析を実行します。これは R では LM 関数といっても、まあ、本当にこの関数が使いたいから R を使うって言ってもいるぐらい、まあ、人気というか、ね、すごいメジャーな関数になります。で使い方は LM 括弧の Y ニョロニョロ X ですね。 今の場合は、LM カッコ、コームグロース、ニョロニョロ、ログニドーズ。これ、ニョロニョロを使う理由はちょっとここではまだ説明しませんけども、まあ、必要なデータは X と Y だけですので、まあ、両方確かに入ってるなぐらいに思っておいていただければと思います。で、出てきた結果を、リザルトっていう名前の変数、まあレスという名前の変数に格納しておきましょう。 でえー、直線の引き方なんですけども今もうプロット関数を実行すると点だけまず打たれますので,で線がまだ引いてないんですけどもそれを線だけ付け足すということなので AB ライン括弧リザルトということで,で AB ライン関数っていうのはまあ既存の図に線を付け足すってことで,でリザルトホリコンボはよかれというもちろんもうここで引きたいのはこの直線だよねっていうのが分かりますからあのこのまさに最小2情報で求めた直線をプロットしてくれます。 それから傾きが0かどうかの検定も一応見ておきましょうかね。これサマリー括弧リザルトでピーチが出てきたりしますので、えまあ、傾き0かどうかのピーチ見てやると 2.89×10 のマイナス11乗こう E マイナス11は10のマイナス11乗ってことなんで0.0000289いうことでとんでもなく小さいと。でこのピーチって何かっていうと傾き0のモデルからこの図のデータが出てくる。 確率ーカー頭のデータの傾きがまぐれで出てくる、本当は傾きゼロなのに、たまたまあのデータのなんでしょうノイズだけで出てきちゃうと、傾きゼロの、えー、モデルから、たまたまこの今の傾きが出てきちゃうという確率ですねで。それはもうとんでもなく小さいわけですね。こんなこんな綺麗な傾き出るはずないので。ということはまあこれ、あのもし傾きゼロのモデルからこのデータが生成されていたら、確率もうほぼゼロですので。 えまあ、そんな奇跡は起こらないですね。で翻いてどこがおかしかったかっていうと、まあ、傾きゼロであるという仮説がおかしかったということででもこれは完全に傾きゼロの仮説は棄却されるということで、まあ、傾きは有意にゼロから異なるでしょうという結論があの得られるわけです。 で回帰分析のこう直線をあのデータのど真ん中を取るように直線を引くということだったんですけどもの、まあ、これどういう直線を引いているのかっていうのはちょっと簡単にあのイメージだけでちょっと説明しておこうかと思います。これあ、まあ、コンピュータ演習ですので算数のセブスト計画ではありませんのであのイメージだけにとどめたいと思いますけれどもあのこの上の図のように点が、まあ、例えば5点あったとしたときにその、うん、なるべくど真ん中を通る y=a+bx すというそういう直線を引きたいと。 で、直線っていうのはこれまあ,あの、切片と傾きであの決まりますから、その A と B をあの決めるという、そういう問題になります。で、その時に何か条件をつければ一つ決まりますけども、その時に、えーまあ、最小二乗であるという条件をつけるわけですね。例えば、ある点から直線に水線を引くと、D っていう水線、水線の長さを D としましょうと。で、この、えっと、D はまあプラスの時もあるし、マイナスの時もあるんですね。Y 座標が上だったらプラス、下だったらマイナスとすると、上に。 あの水線が行く場合もあれば下に水線行く場合もあるんでプラスマイナスあるんでそうすると水線の長さという意味ではこれ2乗しとけば必ず正の値になるんで D の2乗を考えましょうということですねで点が今1点だけじゃなくて5点ありますから全ての点の水線の長さの2乗を全ての点の D2 乗を足し合わせますだからシグマ記号で S イコールシグマの D2 乗っていうのはそういうことで あの今5点ありますから水星の長さ d の2乗したものですねプラスマイナスあるねで2乗してプラスにしたものを5点分足しましょうというそれの相和があのこれをコスト関数だと思ってコストを表す関数だと思って s と表しますでこの s の値を最小にするような直線を求めましょうで直線はこう a と b で決まりますから切片と傾きで決まりますからあの、まあ、これいろんな直線とか切片とかごめんなさい傾きとか切片とか試してやれば一番小さくなるようなあの このコスト関数が一番小さくなるような直線が1本見つかるということに A コンマ B の値が見つかるということになります。でその,あの、まあ、イメージですけどもこう不適合とか適合のイメージですけど下の,あの3つある図のうち一番左はこう不適合ですねデータの真ん中を通ってません。これはあの傾きが大きすぎてなんか右の方に行くともうなんかデータより上側を直線が通ってしまってると。 うこの水線の2乗がすごい大きな値をとってあので実際にコスト関数 S は34.8で大きすぎるのでこれは不適合だと直線から、えー、点までの距離が長すぎると水線の長さが長すぎるんでこれダメですよということです。 で真ん中の図を見る前に右の図を見てみましょうか右の図もまた不適合でこれはあのほ本当は点がなんか傾きがあって右肩上がりの方がいいのになんかほとんど水平ないしちょっと右肩下がりになっているということでこれもあのなんか右の方はちょっと水線が長くなってしまって、えーまあ、コスト関数が28.3と大きくなってしまったということで不適合ですねでちょうど真ん中の下の真ん中の図が一番適合で適度な性の,の傾きを持っていると。 右肩上がりで、まあ、ほどほどの傾きということでそうすると水線が全部短いですねすべての点までの水線が全部短いのでの水線の2乗を足し合わせたものは13.0とコスト関数が一番小さいですよということでこれがあの、まあ、コンピューターが最後はじき出してくれる直線とこの直線を一番いい直線ですよって言って教えてくれるということですねそれがあの l m コマンドがあののその後 AB ライン関数を使ったら引いてくれる図がこの図だということになります ここで1台急高度の問題を解いてみます皆さん学生実験でもうすぐ急行動の実験やると思うんですけども、まあ、ここで本からちょっとデータを取ってきて、えー、最初に情報で急行度の,あの実験のデータをちょっと分析してみる練習をします、えー、左の図にあるように横軸がアルブミンの実際の溶液の濃度ですけどもこれを知りたいんですけどもあの これを測る直接測ることは容易ではないとそれで縦軸に、えー、と急高度ですね光がどのぐらい通過するか透過せずにあのもう吸い込まれるというかあのですねあのということを測るんですねアルブミンのがたくさん水の中に溶けてればあのこう光が透過しませんから光がもうあの吸収されてしまって、えー、透過しないとでそれを測る光を測るのは、まあ、比較的容易ですので、えーまあ、これ急高度だけを見てアルブミン濃度を推定できたらう、まあ、嬉しいわけですよね それでデータをちょっと入力してみましょう。アルブミンイコールで C カッコで0、100、200、300、400で、これはもう自分で濃度を設定できますから、あの綺麗なあの値になってるわけですね。でその時の Q コードを実験で測りましたということで、まあ、英語でアブソ r プションって言いますから、アブソ p プションイコール C カッコで数字を入れました。で、プロット X、Y っていうやり方で点が打てます。この段階では点が打たれるだけで、直線はまだ引いてないですね。で直線を引くためには線形回帰分析しましょう。LM コマンドでした。LM コマンドの 引数は y x でしたでこの出てきたリザルトを、えー、と AB ライン関数に放り込んでやれば直線が引けますということですね。今もこれ急行動の実験は割と理想的なあの直線上に乗るタイプの実験なのですごいきれいに直線の上に乗ってることがわかるかと思いますで。あとこの直線の式を知りたいってことがありますよね。でこれもリザルトの中の一部に入ってます。 でリザルトのドルコエフってやるとコエフィシェントですねこれ係数だけ取り出すこともできてでこれ出てきたこれ、まあ、赤いような赤い字での結果が出てきますからインターセプトって切片それ、ね、だから切片が0.031だなって分かってでアルブミンって書いてあるのはアルブミンの前の係数ですねえつまり下の式ですねシャープで書いた式 y=0.000892 アルブミン足す0.0306っていうようなこういう関係式になっているということですね。 もう一つ例をちょっとやってみましょうか。クローム濃度と Q コードの関係式をやってみましょう。これ例えば、工場排水のクローム濃度推定、Q コードだから、Q、推定できたらすごく嬉しいということですね。これも全く先ほどと同じような図で、あのちょっとサクッといきますけども、えーまあ、クローム濃度なので CR イコールでクローム濃度を入力してで、その時の測った Q コードアブソープションイコールと入力して、でプロット X コンマ Y、LM の Y ニョロニョロ X で,で、AB ライン。 リザトしてやれば直線を引いてくれたということになります。それでこの時に横線の赤い線はこれあの水平線ですので水平線はまあ AB ライン、H イコール0.146ってやればあの Y 座標は0.146のところに例えば今コールイコールレッドをつけて赤色の水平線を引きました。これは、えー、と図にこういう線を引いたのは、えー、新しい実験この最初に測ったの,の実験と別にまた 新しく実験は工場の排水あの,の,あのクローノード測ったところを0.146でしたということが得られたわけですね。でこの時にもうこの直線黒い直線得られてますからじゃあこの交点っていう形でクローノード推定したいということですね。でこれどうやってやるかっていうことなんですけども、えーまあ、前のスライドでやったみたいにあのリザルトの固有視点とかが出て こう y イコール ax たす b のこう傾きと切片 a と b 求まってますので、これ解くだけですね。y イコール ax たす b を解くだけです。で、今 y は0.146ですね。で、x が未知です。で、a と b はあのリザルトのカエフィシェントから1、2番でそれぞれ求まりますので、放り込んでやると方程式、もうこれ、あの、 一次方程式ですかすぐ解けて8.47と。ク X の値8.47、代数的に解いた式正しいかって見てやると、まあ、グラフの交点、大体、X 座標8.47で正しそうですよね。これでクロモノードが推定できるということになります。で続いて、あの最初に情報の練習、最後、演習問題解きたいんですけども、その時にファイルを一つ読み込んで、その読み込んだデータを解析するってことをしたいので、ちょっと Excel 型のデータを読み込む練習をしたいと思います。 それで、例えば、エクセルを開いて、デタラメなデータを入力しましょう。今だったら、例えば、1、2、3、4、5、6、7、8、9っていう、デタラメなデータ3、3×3 の行列の形で入れて、で、これを保存しましょう。小さいデータですけど、保存するときに、ただ、そのまま、ファイル保存ってやると、ドット XLSX で保存される、いわゆるエクセル型のファイルになる、拡張子になりますので、そうじゃなくて、コンマ、CSV 形式で保存するってしてください。これは、ファイルを保存するときに選べるはずです。 あのデータ形式ですね拡張子選べるはずですので,で CSV って何かっていうとこれはあの普通にあのエディターとかワードとかでこう開けるテキスト形式の形でデータをコンマ区切りで保存するとつまり1コンマ2コンマ3で開業して4コンマ5コンマ6で開業して7コンマ8コンマ9っていうそんなデータにあのなっています。 でこれだとあの、エクセルの秘密のデータフォーマットじゃなくて誰でも読み出せますので R でも読み出しやすいということですね。でも逆に言うと、あのどんなエクセルデータであってもこう1回エクセル立ち上げてで保存 CSV で保存するといって保存してやれば CSV に変換してやればあのあの R で簡単に読み込めるということですね。であの今回こののパターンだけの読み 練習します。あのいろんなエクセルじゃなくて他のデータフォーマットだったらこうやって読み,だ読み込んでくださいみたいなのを延々と教えられても楽しくないのでまずエクセルが読み出せればほぼ何でもいきそうということで CSV 形式の読み出しだけちょっとしてみます、はいで。どうやって読み出すかということなんですけども、えー ま,あまず、えっと、R には、あの、カレントディレクトリーっていう概念がありますので、今、どこのディレクトリーに自分いるんだってことですから、まあ、例えば仮にデスクトップに設定しましょうかね。これもみんな統一した方がいいと思いますので、で、これは、メニュー、ファイルのディレクトリー変更っていうようなことで変更できます。あの、コマンドラインでも、なんか、setwd 関数とかで、作業ディレクトリーを、なんか、c ドライブのスラッシュなんとかスラッシュでディレクトリー名書けば、そこに移動するっていう、まあ、コマンドもありますけども、まあ,あ、別にマウス多分今使えると思いますので、メニュー、ファイル、ディレクトリ 変更で好きなディレクトリ選んでまあ、デスクトップを選んでデスクトップにカレントディレクトリを変更していただいたらいいんじゃないかと思いますねで、ちゃんとデスクトップに今自分が移動したっていうことは getwd 関数で確認できたりします でえー、と先ほど保存したです、ね、三ヶ月さんのデタラメなほげ .csv とか例えば名前付けて保存されていたらそれデスクトップに保存されていると保存してください必ずそうすれば今かあの R のカレントディレクトリをデスクトップにしましたから、まあ、余分なもうディレクトリ言わなくてもあのここに書いたみたいにリード .csv 関数がファイルを読み出す関数ですの、ね、リーダー読むで csv は csv 形式のファイルを読み出すいうことですからこれでほげ .csv という名前であればほげ .csv と指定すればあの読み出せるということですね でちなみに、ヘッダーイコールフォルスっていうのは、これは、ヘッダーとして、一番最初の1行だけはあの読まない、スキップするっていうようなルールがよくありますので、今の場合は、ヘッダーはないので、1行目からデータ読んでくださいということで、先ほど入力したデータ、1 2 3 4 5 6 7 8キーは、もう1行目からおもむろに123って数字を入れて、1行目をなんか飛ばして、何か特別な情報が入っているってことはありませんので、ヘッダーイコールフォルスで、ヘッダー入ってないと、1行目からデータ数字として読んでくれということで、問題ないかと思います。 で、その読んだものを in という変数に格納しました。in イコールとして格納しました。で、in、エンタで中身見ると、123456789読めてますよね。これでだからもうファイル、皆さん読めたということになるかと思います。で、in は行列ですから、まあ練習ですけど、例えば in の2コンマ2ってやると、2行目、2列目のデータ、5が例えば読み出せるとかいうことですよね。で、あのでこんな感じで何行目、何列目という形で読み出せますので、これでも皆さん行列のデータあの、参照することができるようになるわけですね。 でただし例えば、あのインカッコのからコンマに、らっていうのはク空欄ですね、空欄、これスペースあってもなくてもいいです、動きますけど、コンマにってやると、えっと、そうすると何行目ってことなんですけど、これもう全部ですね、全部の行、1、2、3行目全部読み出して、ただし2列目に限定ってことで、で2、5、8が読み出されるってことです。2列目を読み出したいとき、こうやって、あのこれ空欄にしてもいいし、あの1コロン3ってやって、1、2、3にしても別に。 読み出せるわけなんですけども、まあ、でももう全部っていうときはもうこれで空にしてこうやって読み出すことも多いですよね。なので例えばこの2列目のデータでヒストグラム描きたければあのこれヒスト関数にこの結果を彫り込んだようですねヒストカッコのインの2列目みたいにやれば。 ヒストグラムをかけたりしてで、これ、なんでこれ突然ヒストグラムやりだしたかっていうと、これ3かけ三の小さいデータじゃなくて、すごく大きなデータ、もうリアルなデータであれば、例えば1列目が身長、2列目が体重とかあったりして、こう体重だけでヒストグラム書きたいっていうことは、もうこれでできるわけですね、皆さん。なので、もうエクセルデータを読み出せるって、やっぱりすごく偉大で、も随分できることが広がるんじゃないかと思います。で、あとまあ余分なこう行列扱う関数ちょっとやっとくと、ナンバーコラム関数 N コール関数。 使うと,、えー、とコラムの数ですね、列がいくつありますかって,って今3列ありますから3ですよというふうに答えてくれたりします。あるいは DIM 関数というのがあ DIM 括弧インってアルとこう行が3つあって列が3つあるっていうんで、3、三っていう2つの長さ2のベクトルを返してくれると、そういう関数もございます。ここまで習った、えー、Excel の,、えー、のファイルの読み出し方であったり、あるいは、えー 最初に情報を使って最後の最後に演習問題を1台解いてみましょう。GDP と出生率に関連はあるかという分析を行っています。 でえー、とファイルとしてグロスナショナルプロダクト c s v これはもうあのもともとあの Excel 形式だったかもしれないんですけどもだったと思うんですけども私が Excel で一回立ち上げてで CSV 形式で保存するっていうところまではあのしておきましたそうすると手元に Excel の,のソフトをえないっていう人でも CSV ならこれ読めるはずですのでもうちょっとそこまでは私があし,しておきました、はい、でコンマ区切りの,あの行列の形でデータも入ってるということですね はい、で、あとはもう今までやった例題の最初、最初に情報による線形回帰分析を真似して、あの、直線を引いていただければと思います。ちなみにこのデータ自体は、あの、あのパガノラの生物統計学入門から取ってきたもので、まあ、こんな図ができて、これのど真ん中通る、まあ、右肩下がりの直線を引くというのが課題になりますね。で、ヒントだけちょっと右下の方にあるんですけども、まあ、リード CSV 関数を使ってですね、 1> で今1行目がちょっとヘッダーがありますねヘッダーイコール true にしてあの読み出せば先ほどと同じように in という変数に入れることができてで実はあの名前が付いてるんですねこう1行目にヘッダーが入っているおかげであの1列目が GNP という名前で2列目かなバースレートという名前が付いてますので in ドル GNP ってやるとあの1列目だけ取り出して in ドルバースレートってやると 二列目だけ取り出したりするので、でそれを使って、でただし GNP は対数をあのこれ図左の図を見ると体数よくあると取ってますので、まあルグを取ったりしながら、でそれをまあプロット x コンマ y になり、まあさらにその先は LM 関数を使ってあの線形階級分析をぜひあのしていただければと思います。